それでは、最初は大気中から高効率 CO2 分離回収、炭素循環技術の開発プロジェクトの研究機関による発表です。進行はプロジェクトマネージャーの児玉 PM にお願いしたいと思います。それでは児玉先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。本プロジェクトのプロジェクトマネージャーを務めます、金沢大学の児玉でございます。まずは金沢大学の担当分から報告させていただきます。次お願いします。資料を送っていただけますでしょうか。ありがとうございます。本プロジェクトの研究項目のうち、この赤線で囲みました、DAC プロセス開発を共同担当しております。最初の5年で、要素技術とそのシステム化を確立しまして、その後の5年間で社会実装に向けた改良を予定しております。次お願いします。次のシートお願いできますでしょうか。一つ飛んでないですかね。結構ですけど、最終目標としましては、数トンパーでのパイロットスケールでの試験を実施しまして、省エネルギーやコスト的に成立する、DAC 技術の確立を目指しております。次のシートお願いいたします。さて、本プロジェクト、これ、午前中もお話をしたんですけども、このプロジェクトでは再生方式が異なる複数のプロセス開発を試みております。この中で私どもは、その赤線で囲んだ空気再生方式の検討を担当しております。さまざまな排熱形態に対応できる一方で、やはり平衡関係による制約がありまして、CO2 の高濃縮は簡単でありません。ですので、高濃縮のためには、多段階や他の濃縮プロセスとの複合化が必要となります。しかしながら、大気中の CO2 を100倍濃縮できれば、これに組み合わせる高濃縮プロセス、いろいろなものがあると思いますが、そういったものの、空気処理量というのは100分の1に低減できることになります。蒸気再生のように1段での高濃縮が特化、あるいは空気再生による素濃縮と高濃縮装置の組み合わせが特化、システム全体での効率を検討し、有望なプロセスを絞り込む計画でおります。次お願いします。私どもの DAC 開発においては、低温排熱の活用を大前提としております。特に100度以下の低温排熱のほとんどは使われずに捨てられています。その活用を考えますと、60度程度で CO2 を脱できる分離材が必要です。後ほどライトの方から報告があると思いますけども、60度再生可能な吸収材はもうすでに手中にあります。また、低温排熱が余っていると言いましても、無尽蔵にあるわけではありませんので、熱投入量の削減は必須です。短示材料の熱容量が検熱ロスにつながりますので、それらの低減も重要な技術課題でございます。もちろん吸収材からの熱回収と再利用も合わせて考えております。一方で、DAC では大量の空気を処理しますので、送風動力も無視できなくなります。送風時の圧力損失をいかに小さくするかが重要です。次お願いします。そこで、私どもは長年、デシカンと除湿空調に関する研究開発で培った知見を、この DAC 開発に生かそうというふうに考えております。一つは、この絵で上の方ですけども、ハニカムロータそうか、ー材を短示したハニカムローターを用いることで、圧力損失を低く抑えることができます。ただし、再生ゾーンで脱離する CO2 が加熱空気で薄まることがないよう、加熱空気の供給方法には工夫が必要です。一方、下の方ですが、吸収材、塗布、熱交換器は、熱交換器の電熱面に、単体を介してアミン吸収材を塗布したもので、吸収材を熱伝導を加熱でき、必要最小限の再生空気供給量で済むことから、高濃縮が狙えます。次お願いします。
その熱交換器について、まあ、基礎検討なんですけども、粒状吸収剤を用いた、まあ、単純な脱着サイクル実験を行ってみました。まあ、得られる CO2 濃度と CO2 回収率を調べてみたんですが、左上の図に示すように、まあ、CO2 濃度は最大でも、まあ、7000ppm 止まり、CO2 回収率も決して高くはありません。この回収率を高めるには再生工程での脱着促進が不可欠です。そこでこの右上の方のグラフにありますけども、まあ、吸着時間を固定しまして再生時間を変化させました。再生時間が長いほど確かに CO2 回収率が高まるんですが、当然ながら CO2 濃度はパージ空気に薄められて低下してしまいます。まあ、そこで右下の図ですが、脱着出口の CO2 濃度変化を見ますと、まあ、濃度が高い部分のみを取り出して回収して、まあ、後半の部分というのは別の吸着筒に貫流させれば、回収 CO2 濃度の上昇と回収数の向上が期待できる、まあ、そういった指針を得ました。次お願いします。まあ、現在今のアイデアを適用した実験によってその効果の検証を進めているところです。まあ、新規アミンの開発も進んでおりますので、その効果と相まってきっと良い結果が得られるものと確信しております。以上で金沢大学の報告を終わります。続きまして地球環境産業技術研究機構ライトよりご報告いたします。横先生お願いいたします。ライトの横です。それではライトの単独についてですね、私の方から説明をさせていただきます。次のスライドお願いいたします。ちょっと時間が過ぎるので、これもスキップしてください。次のスライドお願いいたします。先ほどの子ども先生と思います。本プロジェクトでの実施内容と、まあ、ライトの分担ですけども、材料開発とですね、シミュレーションに関して上の赤で囲ってあるところがダックの開発で、この黄色での矢印で示してあるところがライトの、分担になっております。で、材料開発、材料探索とシミュレーション技術の開発というのを、まあ、2つの柱としてやりながら、まあ、あとですね、それを、進めまして、まあ、プロセス検討、まあ、システム化というものも、後半では進めていくということで、この緑のですね、矢印のところは、これはエンジニアリング企業さんに入っていただいて、再委託で進めていくという流れに予定になっています。あとライトのもう一つの、担当分としては、こちらの青の方の CO2 変換技術のところで、まあ、オレンジ色の矢印で示しておりますけども、膜を使ったですね、膜暗号機を使って、フィッシャートロフ脂肪ですね、ダークで回収した CO2 を、高効率に変換するというプロセスを開発するというのが一番上の、3つの矢印で、まあ、前半にですね、やはり基盤技術、まあ、かなりチャレンジングなアイデアですので、前半に基盤技術を確立して、後半でですね、パイロット、小型パイロットベンチというふうに進めていきたいというふうに、まあ、考えておりまして、まあ、その2つと合わせてですね、まあ、できたものの、EQL 適用性、あるいは LC 評価というものを、自動車会社様と連携しながら進めていく、まあ、そういう予定になっています。というふうに思いました。まず材料開発なんですけども、まあ、今最初の3年間のですね、最初の材料開発のステージでございまして、まあ、今いろんなダックに使える、まあ、CO2 のですね、分離剤、吸収剤としてどんなものがいいのかっていうのを、いろいろスクリーニングをやりながら、まあ、市販の材料スクリーニングをやりながら、まあ、ライトでもですね、まあ、新しい材料、それらの結果をもとにですね、新しいアミンを合成して、評価を進めております。で、まあ、これが一例なんですけども、右側のですね、グラフの、青で示しているのが市販のアミンで、まあ、こういう多孔質にですね、まあ、ちょっとまだ粒状の試験ですけども、粒に探知して、CO2 の、吸収性能を、まあ、400ppm で測った。で、オレンジ色の方が、まあ、我々が開発したアミンでございまして、まあ、初期ですね、まあ、左側のプログラム見ていただくと、まあ、若干市販のですね、アミンよりも CO2 を吸うという意味で言うと、キャパシティという意味では若干劣るんですけども、まあ、劣化耐性が高いということで、100度にさらしても、まあ、ある程度も
ということが分かりました。なので、まあ、こういったものを使えばですね、長期的に、ダックの雰囲気でですね、酸素にたくさんさらすような条件で、まあ、使えるアミンというのも、まあ、当てがだいぶ出てきたものですから、まあ、こういった材料をもとにですね、これから、評価を進めていってシステムを組んでいくというふうに考えております。次お願いいたします。で、これがですね、まあ、今ラボでも試験を開始しましたということで、まあ、小型のちょっとしたラボ試験装置なんですけども、材料を充填しまして、即外気を取り入れまして、実際に外気を取り入れまして、まあ、温度、圧力、湿度をコントロールできるようにですね、まあ、処理装置をつけて、CO2 を吸収させて、まあ、吐き出させるということをやっています。で、まあ、我々は減圧蒸気を、投入して回収するという、まあ、そういうシステムを今考えておりまして、蒸気を投入することによって、まあ、95% 以上の CO2 が回収できるというところまで確認をできておりますので、まあ、これらの知見をもとにですね、まあ、さらに改良を進めていこうということでございます。CO2 の変換に関してはですね、膜反応器を使うということで、あ、次お願いいたします。膜反応器を使うということで、フィッシャートルフィッシュ合成ですね、CO2 と水素を反応させると水が生成しますので、まあ、この水というのがですね、まあ、触媒の被覆になったり、まあ、反応ですね、まあ、うまく進めない要因になりますので、これは脱水膜で取ってやるということを、まあ、考えておりまして、ゼオライト系の脱水膜で、まあ、水を取ろうということを、まあ、一つ考えています。で、さらに、FT 合成というのは、アンダースの中とフローリー分布というので、まあ、できるものの分布というのがですね、まあ、その法則で定まってしまっていますが、まあ、欲しい粒子だけ作るということで、水素をですね、膜表面から選択的に、まあ、供給して、必要な粒子だけを作るということを、試みようということで、これはディストリビュー型というメンブレンリアクターを想定しておりますけれども、水素透過膜を使った、まあ、こういう膜システムというのを考えます。で、まあ、この2つをですね、うまいこと合体させて、なんとか高効率なものにできないかというのが、今のアイデアでございます。次お願いします。で、実際に、そういったですね、エクストラクター型とですね、水のエクストラクター型と水素のディストリビューター型のですね、膜を組み合わせて、膜反応器というものを構築したシミュレーションというのをやりました。で、まあ、シミュレーションはですね、ベースですけども、まあ、反応圧力が 1.7 メガパスカルで、反応温度が250というふうに仮定いたしますと、従来のですね、充填層型だと CO2 の電解率 65% ぐらいになるんですけども、この条件では。我々の膜反応器を使うと 94% ぐらいまでいくだろうという、まあ、そういう、まあ、シミュレーション結果を得ておりまして、まあ、これらの結果をもとにですね、実際に、膜反応器を構築していこうということで、今、基礎検討を進めている次第でございます。はい、私からは以上です。はい、児玉先生のご先生のご説明ありがとうございました。それでは参加者の皆様から質疑応答の時間を設けたいと思います。ご質問のある方はチャットから入力をお願いしたいと思います。FT の稲葉です。FT のところ非常に面白いんですけど、反応速度式がみんな CO で書いてあるじゃないですか。入れてるのは CO2 ですよね。そこの解析はどうなさるんですかね、これから。はい、基本的にですね、まあ、この、反応の場合は、逆シフトを、促進するという効果で、になっていますので、まあ、ここの、反応式の中で、8番目ですね。これの逆反応が促進されるという効果になりますので、ここ CO2 が一応入っております。CO2 が入ってるのは分かってるんですよ。はい、反応速度式がね、全部 CO になってるじゃないですか。はい、反応速度式が CO で書いてるでしょ。
で CO2 を入れてるじゃないですか。ということはオーバーオールとして CO2 の反応速度式でないといけないじゃないですか。そこはどうやって解析するんですか。はい、全然答えがないけど。はい、ちょっとすいません、ちょっとこのシミュレーションに関してはですね、ちょっと今後検討させていただきます。はい、ありがとうございました。はい。横田先生、ありがとうございました。それでは、これをもちまして、大気中から高効率 CO2 分離回収、酸素循環技術の開発プロジェクトの成果発表は終わります。ご清聴ありがとうございました。小玉先生、ありがとうございました。ありがとうございました。